悲伤，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 悲伤。哎，悲伤的后不后？もう出さないで打てばもう出さないで足をギュッてここで踏ん張るもんパーンってそうそうそうパーンってこれそうでこれじゃあ、うん、そのボールがもしついた時に右に行った時ケンケンしてケンケンしてこっちで調整するケンケンで調整してそっちで踏み込む踏み込んでバーンって回すでそ前に来ないで回してるそうケンケンで合わしてバーンのそうだなんかこう絞れてるからでもいいケンケンでもし懐に近くしちゃったらオープンになればいいバーンってケンケンしてこうふそうそうそうあー絞る取っちゃってるでもそうそうそう分かってんじゃん分かってんじゃんあ、こうかそうそうそう、出るじゃんでもさっきマジっすか、うん、でそこで調整すればいいのケンケン最終的な調整はあとはだんだん慣れるとケンケンしなくても最短距離で動けるようになるわかる大股で動いていっても細かいステップなきゃいけないわけだ最後のボールで早く構えろって言ってあの結構勘違いしやすいの早く構えるイコール全部が止まってしまうこれ引けばいいっていうもんだよね早く引かなきゃない早く引かなきゃないってことによってボールがこっち行ってんのにこのまま止まっちゃうっていうあーって なる、うんそれはもう本当だから早く構えろっていうのはラケットは引くことは引くんやけどもここからあと動けるようにしておかなきゃいけないもんじゃんボールが来るのでだけどもやっぱ慣れるまでこうなるイコールこっちまで止まってしまう全部が止まるだから対応できないそうするとああって言ってない、うん、こうやって構えててもケンケンしてでもボールがこう前に来たら動く例えばこう早く構えながらでもこう動けるうん多分ペイソン早く構えろって言ったらこう多分止まっちまうじゃんそうですね、うん、それはちょっとでも大体ここら辺まで来てこういうのが多いめっちゃ分かりますこういうのめっちゃ多いんですよ多いね、うん、で今日もだから体育館とかだともう走りが体育館やばかったね走り速いじゃないですかもうなんか球の球足がだからもうこういうのがもう本当体育館止まるんだけどねなんなんすかね。球見えない。あ、じゃ跳ね方のまだそのまあ経験値もあるんじゃない。そのやっぱ球の軌道が違うから、うん、それの順応するまでの。ああ。そうそう。それでだって止まっててあーっていうのもあったじゃん。多分。そうですね。タイミングが悪くて、うん、早く振っちゃって。そうそうそう。でバチンみたいななんか引っかかっちゃって。あれは単純にそのまあ予測というかあれが染み付いてないだけだと思う。うん、あとは力が入ってないことが重要。そういう体をね、そういうのに対応するっていうことは例えばもう力入っててここで打つぞって決めてたらここに来たらさもうここしか振れねえわけじゃん、はい、それがミスしない人たちはここで来てもここで来てもラケットがすぐ出るようなちょっと体を逃がしてあげるじゃないけど完璧にロックしないみたいな、うん、一点集中じゃなくてちょっと体を外せるようにしとくみたいなそうやべえなと思っててあだったらここでいや優しいボールつないで、うん、その代わり思いっきりバシンとは打てないよ、うん、ロックしてないだからもうロブとかそういうので外しながらだってさ常に10割で打てるボールなんてさ試合中何球あんのやっていう話じゃん、うんうん、相手だってさ10割打たせないためにコース変えてくれるだってペイソンにさトップ1ばっかり全部くれてるわけじゃねえわけじゃんどっちかっていうとペイソン走らせろって言ってさみんなね回転かけてペイソンと打ち合いたくない人は動かしてくるんだからさその動かしてくるボールをいかに自分がいい球を打てるかっていうのを動かなきゃいけないんだからさマリオテニスでため技をずっとしちゃってるみたいなあああみたいな確かにあるわそれなんかずっと遅いなってめっちゃためすぎてこっち行っちゃうみたいなだって全員に触らせるのだってさネットよりなるべく低いボールをこう触らせてふわっと動かして次のボール攻めたいとかってやるのが光栄なわけじゃん、うん、ね今日体育館で打ってたんですけどなんかすごい浅いんですよ球が浅すぎてちょっと怒られた浅って誰に打ってる子に
ガチで。そう、あの最後のランだったじゃないですか、3人でやったやつ、うん、あれやばかった、朝って言われてボソッとか。でもうちょっとさ、ボール乗っけれるんですよね。当たった瞬間に、だからこう、こう擦すんじゃなくてポコンと当ててまっすぐ飛ばせるように。ああ、でもアウトが怖いなっていう。いいじゃん、ランナーなんてアウト。いやでもそれは感覚的、感覚的なもんで、だからゆっくりロブで自分で長いボールをこう打つとかいう練習から入ると大体コートの感覚がつかむ。最初から思い切り打とう打とうってやるとネット越えて終わりみたいなランダーになってしまうから、そうですね、ゆっくりロブとかで長さこう調整してからスタートです。うん、ちょっと短いんだなと思ったらちょっと長く打てるようなこうランダーをすればゆっくり。ああ、そこから調整しながら。そう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 。だ結構やっぱ感覚のスポーツじゃねえけども、ね、打った感じって結構大事だから、こう当たってこう乗っかってるかなとかっていう感覚をこうゆっくりでいいからランダとかでして。使いやすかったですかそれ。うん、まあまあ同じラケットだからね。ああ、あゆ太郎にここでねこうボール見て。だいたい悪い癖なんですけど、基本的に。でもアトさんのバックって左回転かかってますよね。左回転ストレートに打つときはでもなっちゃうかも。ああ、そうだろうね。ストレート結構ペーソンと似てるね。こう抜くの、こう抜くのストレート。そうそう、ああ引っ掛けて、こうね、引っ掛けてこっちに行くのが、だからシングルやってると真ん中からこっちに逃がしたい癖がついちゃってる。でもね、それに慣れてねえからね、あえたらストレート打ってくんのがやると思うと結構やられる、それで。スーッとこっちに。そう、やっぱ真ん中からこの順回転でこっち打つってやっぱ難しいんよ、うん、引っかかっちゃうから。だからこう厚く当ててこっち行くとこうなっちゃうんだよね、多分。上手い人は多分本当にいけんだろうけど、もっと肩入れて呼び込んでパーンっていけんだろうけど、うん、どうしてもこうこうなっちゃう。まあこれ押しましょうか今。いや、なんか僕の僕なりのあれなんですけど、バックこうパンパンパンみたいな。わかんねえよ、それ。あのね、こうワンテンポ、いつからそんな感覚派になったんで。こうワンテンポと、ライジング系ね。あ、違うんです、ポンってくるじゃないですか。で、違いますよ。構えるじゃないですか。で、左足乗っけて、で、こう一回なんかこうワンクッション置くんですよ。ワンクッション置くとすごい うみたいな、ううみたいな。ためがある。ためがある。苦手なんです。じゃあフォアも一緒にしたらいいの。だからこうワンテンポ待てじゃん。パン。いいよいいよいいよ。今日ライジングのストップ打ちもあったっすね、これ。こういつだいつだか分からんけど。そんな覚えてないよ。あの打てるんだって言ってくれたからね。ストレート打ったやつ。そう。腹立つやつ。そうそう。腹立つわって言われたんですよ。腹立つやつで。めっちゃパシャーンって言ってパーン打ったのに。ねえ、腹立つわって。いつも売ってますみたいな格好で終わったじゃん。バーンって言ってます。なんか戻ってきたから。腹立つわって。すげえ言われた。どちらかというとストレートは上手いと思うよ、打ち方的に。ストレートの方が厚く当たる打ち方じゃん。で、出てきてくれた方がいい感じじゃん、もうなんか。はい。あとは全員出てきたら、出てきた先を通せるように、そこを打てる許容範囲持っている、うん、なんか石森さんが一番なんか、なんていうんですか、失礼かわかんないですけど、基礎中の基礎の打ち方って感じがするんですけど、それはどうなんですか。綺麗ですよね、もう本当基礎って感じ。いや別に俺何も考えてないよ、まっすぐ引いてまっすぐ打ってるだけやん。それがやっぱできない人がいるんだよ。ヘッドの走りがいい、ここのイメージがある。あのね、俺ね、結構ねヘッドの走りっていうかね、多分ね、手首強い。あ、手首か、手首が強いから ここの走りがイメージがある。はっきり言ってこれだけでボール飛んでいくの。ピンとこう、ここのイメージがある。なんかこう、ぐるんみたいなのがあって、ここで最後に持っていくみたいな。ここの感覚がこうすげえこうカッとなるから、それでラケットがあの合う合わないってこうある。ああそうなんですか。この時になんか自分の中で合わないなっていうのを抜けるとかさ。意外とじゃあ繊細なんですよ、意外と。繊細でも、どっちかっていうとやっぱりストリングとかそういうのはめっちゃやばいのが好きやから。ああ、そうなんですね。ポリとか、ああいう系はちょっと苦手かな。手首腱鞘炎だからな。手首痛くなるの？
いや、ここ曲がんないですよ、これが硬くて。だからこれも届かないですよ。だから、ここマジで、いや、だからこれこれそれやばいね。いや、だからちゃっかりやってる。真面目なこと話してるのにちゃっかりこうやって俺もちょっとグッズ食べすぎだよ。いや、だから公開するんじゃねえんだって。公開するんだって。そもそもこうは俺も行かないから。そもそもさ、こうなんて動く人いねえんだから。これ手首痛いよ、もう。だから公開するんやろ。ああ、そう、こうか。そう、あとこうもダメだよ。こうやってるの、やってます。こうじゃないからね。こうだ。これはやってる。これだけ飛ばないし。地面からポンって置くだけ。これしてない。本当に落ち着くってるな、こいつ。どうだな、これ。真面目な手で。それ嘘でしょ。こうやって上げればいけない。親父も届かない。肘上げてみ。届くよ。マジでこれ。届く。それちょっと来てみて。絶対嘘やろ。マジ絶対嘘。じゃあなんでこう力入ってんの。力抜いてる。力抜いてる。ほら。ほら。届かない。そうだ、届いてたじゃん。じゃあ届いてないんですよ。なんでこうやればいい。それ力入ってるもんだって。いや、違う。早く肩もっと。じゃあ肘下げてこうやる。届く。痛い。マジですよ。本当にですよ。じゃあマジで痛い、これ。本当に。なんかここの多分僕筋肉の作り。無駄に不定もん、これ。筋肉の作りやばいですよ。無駄に不定って。なんでこうやる。本当に親父も届かない。え、これ力あんの。あります。嘘だよ。何の音。どうすか。え、本当にあるの。どれ。せーの。何を見せられてるのか。何を見せられてる。何一緒に爆笑してるから。なんでいきなり爆笑してる。やめてくれ。お母さんはじめよ。で、こんないきなり、こんな夜中に握手しやって。やばいね。でもこいつカメラ回ってんだけど。ペイソンのララライキだよ、もう。いや、これ、カメラを止めるんだから。ペイソンのララライキ。あいつさんの。あれ、めっちゃ伸びたね。それ結構ね。ペイソンのララ。いや違うんです、あのあいたらさんの1時間15分ぐらいの動画あるんですよ。もっとあったんじゃないの。1時間15じゃないですか。そんなもんだったっけ。それ2人でずっとダラダラ撮影してる。めっちゃ伸びるって。そんな面白いこと言ってないでしょ今。何で笑って。もう深夜のテンションだからこれ。そんなに面白いこと言ってない。二人で握手して、あ、これかこれだって。ペイさん笑った。アイさん助けて。全然何で笑ってるか分かんないですよ。分かんない、俺も。ちょっとこうやってみて、こうやって。そんな。マジなんですよ、ほんとに。嘘でしょ。いや、ほんとに。俺、散々バカにされたんですよ、これ。そのためって。なんだって。マジなんだって。手首の柔らかさとか硬さの問題じゃないでしょ。ほんとにこれ。ここの角、まあ、ここが、いかないでしょ、多分。いかないってやばいよ。もう熱いよ。こういう状態でしょ。そうっす。何それ。いや、ほんとに、うちの父親もそうなんですよ。マジで、だから。カメラ回ってんでしょ。回ってますよ。これ届かないと言うよ、絶対。ないよ、そんな。本当に届かないよ。やめて、これ。これ届かないって、手首とかの問題じゃない。届くやろ、こうやって。だから手首とかじゃないと思う。だから手首のこれは一緒だって、絶対。何なんですか。じゃあこの腕の長さか、リーチの短いとか。いや比べて。何。じゃあ比べ、腕の長さ比べんだろ。わかんない。ちょっと変わらない。すごい絵面。社交ダンスの絵だった今。いやいや、大地変わらないの、ほら。あ、ここの長さじゃないですか。いや、だってさ。
でここの長さが一緒やな、ほら。あ、本当だ。だってこっちからこっちからやってたね。もうダメだこれ。助けて。ふぅ、いたら呆れてる。呆れてる。眠たくなってんじゃん。だって今時間見たら4時半なんだもん。マジで？マジで。何やってんだよ。ちょっと待って。いや、そう、フリスビー、はい。何これ汚うから汚ちょっと待って、ちょっと待って、どうやめて、もうちょっと、はい、いいっす。なんで俺なんですか、この蓋ボックス。うまい、うまいっすね。終わるんかそう、はい、はい、スイング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 、怖い怖い怖い、忘れて忘れて忘れて、だからこうするね、ケンケン金券ずっと変わるね、だいぶ。そうそうそう、金券、はい、クローズに、クローズに踏み込んで金券で、はい、金券、金券、もう一回金券でオープンで、おいで、金券で、はい、前に踏み込んで、おいで、おいで、明日左手が死んだな。あ、左手、あ、入れなきゃいけないのか。グッてする、こう、入れ替えだ。どこのタイミングで入れ替えてんだよ。結構それで替え、それやばい。シャシャシャ打ってかこいつダメだ。しかも肩甲骨入れ替えてねえし、今ボレーマンパーン。皆さん、俺とあゆたろがね、真剣にね、テニスの話をしてる、こんなんですよ、ペイソン。ふざけるんで。いや、違いますよ、ちゃんと本当にもう勉強になってますから。お金取るよ、お金。いや、やめてください。リカチじゃない。トップ1、トップ1。トップ1は本当にいいんで。なんだろうな、もう。硬い。左手がこうなのがちょっと俺嫌だわ、単純に。いや別にいいんだけど、いや多分あのトップ打ちだったら多分ネット短いと思う。なんかこう前に行ってないもん。なんだろう、なんか別に本当にこれ別に悪いとかじゃないんだけど嫌だ。生理的に。違う、そのペイソンの手ってなんかもうアインみたいな感じになるの。嘘、そんなになってる。こんな感じだよね、なんかここ構えてみ。こうやん。嘘。別なんかさ、もうこうとかさ、なんかこういう感じでいく、なんか。あいつは俺は多分こう。あ、いいんじゃん、もう。いやいや、こうじゃん、もうこう。このまま引くから。そうそうそう。あ、もうそのままやだ。え、なんでこれだ、一緒よ。違う違う違う、もう、単純なもう偏見。いやだ。こうでしょ、違う違う。もっとまだもう、こう、こう、こう。わかんない。いや、もう肩入れれば、もうガッて。こう？うん。え、これで篠原さんとかこうだよ。え、逆なんすか？だからこっちやると肩が入るからグッて。あ、そうそう、これより、これより、こうやると肩がグッて入るから。あー、なるほどなるほど。だからもう、物理的にグッてやって、こう絞るみたいな、バーンって。グッてやって、グッて絞り、そうそうそう、絞るみたいな。あー、なるほど。ちょ、お腹出すんじゃねえ、お腹出すんじゃねえ。いや、出してない、その子の無意識です。だってお腹をさ、あ、いいじゃん、いいじゃん、いい、めっちゃいい。こうやってときにこう出さなくたっていいじゃん。こう、こう引いとけ。こうもう、歩き方の問題なさ。もうそう。腹すげえな、ね、にしても。あ、でもね、いい。よくなってますもんね。グッて肩が入って。なんかわかるわかる。こう、力が入りそうだなっていう。うん、じゃあ、こうやったのをこう絞るんだ。こう。そう。そうそうそう、グッて。野球と一緒、野球と。なんかピッチングと一緒。あー、これか。あー、違う、こうテニスだ。あ、でも、まあ、そういうこと、そういうこと。あ、これね。これがこうグッとこうこっちにすることによってこっちがこう出てくるわけじゃん。構えてパッてなってこうグッて持ってくるみたいな。と一緒一緒だぞ。さっさ違うんだよなそれ。普通さ引いた時にグーなのにさ
合ってるんですよね。そう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 。あ、いいじゃん、いいじゃん。で、権限してやってみ、それで。はい、はい、はい。もうふざけてん、歌舞伎じゃん、それ。ほら、歌舞伎じゃん。あ、なんか打てそう、打てそう、打てそう。木村選手。でもね、打てそう。オレミズ選手。はい。ちょっとわかるでしょ。このね、ラケットの引き方こうなんですよ。オレミズ選手。めっちゃ好きで見てたんで。それで打てばいいじゃん。もうそうやって肩入れればいい。いや、俺やってたんですけど、やっぱ忘れちゃう。忘れちゃう。はいって言ってる声の時はいけます。ちょっとこうカチカチになる感じでしょ、なんか。カチャカチャなりますよね、この辺。あ、やっぱ選手の真似するのもありかもしれないですね。マッスルはグッて入るから、グッてこれラケットのこのスイングの高さっていうのは別に関係ないですか。いろいろいるからね。でも多分打つ時みんな一緒だよ、絶対。あ、そうなんですか。多分線になってると思うけど、ね、トップ打ちのアルトさんめっちゃ高くないですか、引き方。相手はどっちかっていうと、そういう、あれじゃん、あれじゃん、こう。そうですね、これ。うん、大丈夫です。放置してる。壊すなよ。放置してる。はい、そうです。うん。相手はなんかさ、こう、打ちたいところにこう、引いていくじゃん。ああ。高いところで打ちたいときは高い。高いところで。まあ、シュート打ちたいときはシュート打ちたいって、こう、なんかもう、ここに出したいっていう引き方をするもんね。だから、かもられるんですよ、めっちゃ、僕。全員に。そうっすか。かもられて、伊勢原高校みんなかもられる。相田さんとっちマジ怖い。なんかもう、でも、ま、うん、まっすぐな打ち方めっちゃ好きな、こう引いてクッてなるんですよ、クッてなるんですよ、めっちゃ好きなんですよね、こう、ここまっすぐでこうなる感じが好きなの、うん。こっからこう出てくる。そうクッてやって振り遅れそうなんだけど、ここキーからめっちゃ出てくるんですよね、パッ。なんであれでガチャらないんだ。でもまあ打ってみててさ、綺麗に打ってるなと思う時は多分理にかなってると。あー、なるほど。なんかこの人のやつはちょっと窮屈そうだなっていう時は、なんか多分やっぱりどっかが痛くなったりとか、うん、球を送る時が一番、ボール振りますと言って、振ります、目つぶって、ボール振ります、パーンと打ってる打ち方が多分一番スムーズだなと思ったの。あー、だからもう本当に何もあれですよね、ランダム前とかにボール振りますって言って、パーン。ペイソンとかなんてさ、結構動画撮ってるの多いんだから、自分の打ち方はどっか窮屈なところあるんじゃないかなって言って見ていけばさ、まあ、わかるんだけど。でも窮屈な感じはしないでしょ、打ってて別に。それが普通な感じなんでしょ。そうっすね。でもたまにこう、うわっってなる時はあるんで、それは多分フットワークだと思ってるんですよ。まあ、そうだそうだ。だから足が動いてないから、こう、もうここら辺で楽しちゃって、バーンって打つみたいな。そうだ、これを多分、相田さんとか石村さんとかだと、こう、一回下がってみたいな、こう、こうエビ反りみたいな感じのこう円を描いてみたいな、こういう風に来てこう打つみたいな、こういう風に何こうガチャガチャさっきから立ってるから、まあその最短距離をうまく動けるように練習すればいいんだね。はい、そうっす、ありがとうございます。かっこいいね、球数打てば大丈夫。クロバットかっこいいですよね。かっこいい。これ意外とねデザインかっこいい。これまだ発売前ですか。前まだ言ってる。いつから？3月ですか。いや、今月よ。へぇ、あともう2、3日くらいで入るんだよ。新色今、紫のやつですよね。エヴァンゲリオンのやつ。うん、それじゃあこれの赤とか出たらかっこいいっすかね。それください。全部、うん、全部赤、真っ赤とか。エヴァンゲリオンくださいね。だいたいローテーションネクシーが使わないでしょ、だって使わさず。やっぱり80。80は硬いですか。70よりちょっと硬くなる。ああ、じゃあ無理だ。いや、でもいけると思うよ、80。え、60からもうあるんですか、ネクシーが。60とか60って、60はリリースよ。ああ、そうか、使ってるやつ。ああ、はい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 、
あの黄色のやつか。そう、黄色のやつ60あれ。あ、レディース用なんですね、あれ。俺のやつ使う？どうですか？なんで笑ってるんですか？F レーザー 7S。 F レーザー 7S は柔らかいですか？あれです、硬いやつじゃないですか？ 1cm 長い。白のやつですか？俺使ってるやつ。あ、あれ赤のやつですよね。そう。あれは…でも…あれは何？硬くないですか？硬くない。さらに俺のやつ軽い。235。軽いのがやっぱいいのかな。これ食べてもいいですか？いいよ。リオスめっちゃ使いやすかったですね。リオスちょっとやばいですよ。使いやすい。めっちゃやばい。嘘。なんかもう、カツン。好みだね。ああ。好み。そのなんかこう、後から来る感じが好きな。はい。で、リオスでも、リオスでも今回出たやつって、あの俺らの使う硬さのやつじゃなくて結構柔らかい系のやつしか出てなくて、一番柔らかいやつと中くらいのやつが出てるから、トップ選手はまだ使わんようなラケットなのね。トップ選手が使うラケットっていうのは夏頃に出る。ああ、そうなんですか。今度、うん、次の夏ぐらいに出るから。へえ。じゃあすぐ買わないとね。でもフェイソンは多分柔らかい方が好きだから多分使いやすい、はい。